こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはパラダイスクリーク、ジェントルファンキー。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくパラダイスクリーク行きました。続いて前へ行くのはジェントルファンキー、さらにはフラッグダウン、10番ヘルスホール、その後ろプレイズ、後方から、それでは先頭からパラダイスクリーク先手を取りました。赤の帽子ジェントルファンキー、その後ろすぐ隣にフラッグダウン、グリーンゴージャス、すぐ後ろ好位置をキープしています。ダンツシアトル、その外からミッキーガード、その外にウエスタンアヘッド、さらにはヘルスホール、その隣にビエンビエン、その横にブラウンアイス、すぐ後ろにチュアビール、その隣にガルフエミネンス、内からはスプリングカット、最後方にブレイズ。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました。12番ミッキーガード、前はミッキーガード、パラダイスクリーク、ほとんど差がありません。フラッグダウン、3番手ダンツシアトル、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。ここで先頭に立ったパラダイスクリーク、パラダイスクリーク先頭、2番手はミッキーガード、追いすがる、あと 200m、 パラダイスクリーク先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ダンツシアトル差し切った。ダンツシアトルゴールイン。ダンツシアトル1着、2着は微妙です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ダンツシアトル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ストラテジックチョイス、好スタート、ジェットシューテング。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくジェットシューテング行きました。続いて前へ行くのはストラテジックチョイス、さらにはスパイホルム、13番グリーンサウンド、その後ろでは前の方からスパイホルム先手を取りました。その外にストラテジックチョイス、その隣にジェットシューテング、その外にヴィンテージクロップ、オレンジの帽子グリーンサウンド、その後ろ内からはルアー、フライトクリフ、そのうちに続いています。その外にセンターグルーム、その隣にホワイトマズル、ナリタブライアン、後ろからサンライズチャイナ、それに続きます。これに続くのがハイフレンドイースト、オンリーロワイヤル、すぐ後ろ緑の帽子グラスチェスト、その後ろ 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはジェットシューテング、その外からストラテジックチョイス、並んで6番スパイホルム、ルアー、すぐ後ろその外にヴィンテージクロップ、ライトクリフ、そのうちに続いています。オレンジの帽子グリーンサウンド、その後ろすぐ隣にセンターグルーム、ナリタブライアン、後ろからになりました。さあ先頭はまだ1番ジェットシューテング、ストラテジックチョイス、ほとんど差がありません。成田ブライアン B 位置です。さあここからどうか。最後の追い比べ、先頭はストラテジックチョイス、ストラテジックチョイス先頭、2番手はヴィンテージクロック、先頭を捉えるか。さあ成田ブライアン一気に来た、あと 200m、 先頭は成田ブライアン、ヴィンテージクロック一緒に追いすがります。ヴィンテージクロック追いすがります。成田ブライアンもう一伸び、成田ブライアン1着、成田ブライアン完勝、成田ブライアン1着、2着はヴィンテージクロック。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。成田ブライアン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭は当選パワー、当選パワー、先頭。2番手はスイープチケット、当選パワー、先頭。一気にスピードクラフト、スピードクラフト、スピードクラフト。1着、2着にはどうやら当選パワー、見事に勝ちました。スピードクラフト、当選パワー、わずかの差で勝利を逃しました。Thank you.